動画をご覧の皆さん、こんにちは。クラフターです。今回ご紹介するキットはこちら、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの主役機、ガンダムバルバトス100分の1スケールです。早速開封していきましょう。ランナーは全部でこれぐらい、100分の1スケールなんでそこそこ多いですね。ランナーを机の上に全て並べてみました。なかなかのボリュームですね。シールは1枚だけ付属してます。なんとなく物足りなさを感じます。あとは説明書です。特に変わったところはない、普通の説明書ですね。じゃあ早速組み立てていきましょう。はい、すぐみが完成しました。いつもは部分塗装をよくするんですが、今回は塗装をせずに付属のシールと墨入れで仕上げたいと思います。付属のシールを貼っていきます。まずはショルダーのパーツから。このマーク部分は非常に目立ちますので慎重に貼った方がいいですね。ショルダーのイエロー部分もシールになってます。ここはせめてパーツの差し替えで再現してほしかったですね。足の部分も同様にシールを貼っていきます。かかとの赤い部分もシールになってます。ここもパーツの色分けが欲しかったですね。シールを貼った後と貼る前ではこんな感じで違います。シールを貼るとこんな感じになります。なかなかいいんじゃないでしょうか。次は墨入れです。墨入れにはガンダムマーカーシャープペンシルを使います。塗料を使わないですけど、これでもかなり仕上がりは良くなります。シャープペンで墨入れというとちょっとバカにする方もいらっしゃるかもしれませんけど、これがなかなか侮れないんですよね。実際塗料で墨入れを行うよりも簡単ですし、仕上がりもかなり良くなります。もう騙されたと思ってやったことない方は一回やってみてもいいんじゃないかなと思います。シャープペンシルと消しゴムがあればできますから、わざわざ墨入れ用の塗料を買う必要もありません。塗料で墨入れを行うとなんとなくやぼったい感じに仕上がるんですが、シャープペンシルでの墨入れだとすっきりとした感じで仕上がります。なので頭のようなちっちゃいパーツを墨入れするときは非常に適していると思います。はい、こんな感じで仕上がりました。これは足のパーツですが、このように塗料で墨入れしにくいところにもスムーズに線を引けるのがシャープペンシルのいいところです。はい、全体の墨入れも終わり、こんな感じで仕上がりました。表面はトップコートを拭いてますんで、シャープペンの墨入れが消えることもありません。顔のパーツもこんな感じでかっこよく仕上がってます。目の部分はパーツで色分けがされていて非常にかっこいいです。では首の可動を見ていきましょう。前後にはこれぐらい動きます。下は向けますけど上はほとんど向けないですね。横には十分に曲げることができます。腕の可動を見てみましょう。肩のアーマーは別パーツになってます。ぐるっと回せますんで真上に腕を上げることもできます。肩のアーマーは独立して動きます。肩のアーマーをつけたままでもこれぐらい上に上がります。肘の関節も問題なく曲げることができますね。このキットの特徴の一つである腰のガンダムフレームです。シリンダーが伸縮する構造になっていて非常にかっこいいんですけど、そのせいで前後左右にはあんまり動かなくなってます。足は外側には90度回転しますが、内側には全然回らない構造になっています。足首の関節はこれぐらいの角度なら曲がります。180度の開脚も可能です。前後にはこれぐらい広がります。前にはかなり上がりますね。後ろにはリアアーマーが邪魔になってあまり曲がりません。武器を並べてみました。100分の1スケールにしては少ないですね。こちらが滑空砲です。主に無重力空間での使用を考えて作られた大口径のライフルです。命中精度よりも威力に重きが置かれている、そういう設定です。アタッチメントで背中に装着することができます。また重心はこのように折りたたんだり展開したりすることが可能です。このようにアタッチメントで背部のバックパックアームに取り付けることができます。このパーツは滑空砲を脇がかえで構えてポージングするためのパーツです。滑空砲を脇構えにする場合はこのようにバックパックのアームを取り付けて
ポージングさせます。こちらがバルバトス用の太刀です。テイバズの本部再生のファクトリーにて精錬されたモビルスーツ用の刀剣です。軽量で扱いやすく、局所攻撃用に優位性を発揮します。バルバトスというと重苦しいハンマーというイメージですが、こういった太刀系の武器もかっこいいですね。144分の1スケールのバルバトスルプスレックスと並べてみました。こうやって見ると大きさはかなり違いますね。2倍近く違うような感じがします。でもどちらのキットもかっこいいですね。やっぱりバルバトスは非常にデザイン性の優れた、もうかっこいいガンプラだと思います。以上、100分の1スケールガンダムバルバトスのレビューでした。いや、非常にいいキットだと思います。値段も安いですし、このキットの詳細については動画の説明欄をご覧ください。動画が面白かったと感じた方は高評価ボタンをお願いします。要望やコメントも募集してますんで、ぜひコメント欄に書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。